毎年ユニークな研究に贈られるノーベル賞のパロディ版イグノーベル賞がアメリカで発表されました。今年は電流で味覚を変えるという発明をした日本人研究者の受賞が決まりました。13年ぐらいにわたって行ってきた研究で、知らない方々にも伝えることができるっていうのは僕らとしては非常に嬉しいです。14日に発表されたイグノーベル賞の栄養学賞を受賞したのは、明治大学の宮下芳明教授と東京大学大学院の中村博美特任准教授です。電気をスプーンなどの食器を通して食品に流すことで味が変わったように感じさせるという研究が認められて受賞となりました。塩分が控えめな食品もしっかりとした味わいになるということです。まずは、芸能キーマカレーを普通のスプーンでいただきたいと思います。いただきます。やっぱりあっさりしてますね。今微弱な電流が流れている状態です。ではこの状態で、減塩のキーマカレーいただきます。塩気がやっぱりかなり増しました。減塩のカレーとは気づかないぐらいです。日本人のイグノーベル賞の受賞はこれで17年連続となります。